今回はハリー原宿テラス店を勝手に紹介してみました。まずはハリネズミさん、モグラさんの仲間なのでホリホリするのが大好き。次は僕のマイメン、トーストくんですね。トーストくんはずっとね、何かしらクン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 してますね。何の匂いを嗅いでるんでしょうか。さあ僕の子がやってまいりました。みんなの大好きサンちゃんでございます。朝はみんな水浴びしようっていう感じなんですけど、サンちゃんはやっぱりまったりしたいみたい。おっと、次はチンチラさんです。グルーミングされて気持ちよさそうなお顔してますね。たまらんって顔です。はい、次はリチャードソンジェリスのくるみちゃんですね。牧草入れの中に入ってこんにちはしてますね。さあここからはチンチラさんとカワウソさんの紹介に入ってきます。この子はスタンダードグレーのチンチラさんですね。一番定番のカラーの、ガリガリしないで。はい、次にカワウソのソラくんです。ソラくん一番泳ぐのが大好きなカワウソさん、おっと途中で入ってこないでください。こっちはもう3兄弟で水浴びしてますね。はたまたチンチラさんはもぐ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 ともぐもぐと一生懸命ご飯を食べております。はい、これがカワウソさんのウミくんです。海くん何食べてるんですかね。美味しそうな顔してますね。はい、サンちゃんです。いつも通りサンちゃんでございます。爆睡中ですね。基本サンちゃん上向いて寝ますね。みんなサンちゃん大好きですよね。はい、サンちゃんみんな寝てるところ邪魔しております。尻尾とお尻でグイグイ押すんですよ。これ多分お母さんのミクちゃんですね。嫁にそんなことすな。まあ、ミクちゃんは気にせず寝てくれてるんですけどね。あ、懐かしい。この子はチョコレートカラーのチンチラさん。今は優しい飼い主さんのところにお迎えされています。この子、カイカイが大好きだったんですよ。見ての通り、カイカイされると気持ちよさそうな顔してくれてます。あれ？やめちゃったの？と言わんばかりの顔でこちらに寄ってきますね。はい、またカワウソさんは水浴びタイムです。もう暇な時があれば水浴びをしてって感じですね。もう寂しくて出てきちゃいました、海くんです。はい、またお昼寝タイム。お昼寝の時の寝顔が一番可愛いんです。カワウソさん見てください、この顔。ソラくんがね、寝なさいよってなでなでしてあげてるのにもかかわらずはみってしようとするんです。はみって、ああこっちまで眠くなってきちゃいましたね。さて今回はこのぐらいで、また次回他の店舗もご紹介してきます。おやすみなさい。